前回のあらすじ。鉱石の島でさらに鉱石を取り尽くそうとする二人。かなりの量を採掘したけど、どうやらまだまだ残ってそうね。その後はお宝求めて探索するんだけど、さすが実況者、しっかりフラグを回収してくれるわ。これ不本意なんですけど。その後も探索は続くんだけど、空振りが続いちゃうのよね。ちゃんと探索してほしいんだぜ。ずっと真面目にやってますよ。まあなんだかんだでクリーパーの頭も手に入ったし、今回のクリーパーの頭揃えるまで終われ待てんはなんとかなりそうね。え、それ本気だったの？もちろんなんだぜ。当然よ。さあ霊夢、今回はクリーパーの頭に海洋記念碑の探索、忙しいから頑張るんだぜ。わかってるよー。それで、これはどこに向かってるんだ？海洋記念碑を探索するなら水中呼吸必須かなと思って、エンチャント用の経験値を稼ぎに来てるよ。全部のスポブロを壊したわけじゃないから、こういうところは有効活用しないとな。そういうこと。やっぱりこの方法だとかなり時間かかっちゃうなぁ。まだ31レベか。けどまあ、マックスレベルのエンチャントはできるわけだし、一度戻ってみたらどうだ？それもそうだね。もしかしたら一発で水中呼吸ついちゃうかもだし。いやそんな甘くはないと思うけど。さあ、私のエンチャント運はどうかな？水中呼吸レベル1。1か。お、水中作業もあるな。やっぱり優先すべきは水中呼吸かなぁ。とりあえず今回は見送りでステインチャ。そしてさらにステインチャ。全然運ないじゃん。行っちゃダメ。そろそろ水中呼吸来ないかな。来た、ついに来ちゃったよマリサ。レベル足りないけどな。そんなものはいくらでも増やせるんですよ。いやー、これでようやく海洋記念碑の探検ができるね。まだエンチャントできてないからね。わかってるもん。ちょっと思ったんだけどさ、モンスターを狩るより、ジャガイモを収穫してベイクドポテトにした方が経験値稼げるんじゃない？まあたくさんジャガイモ植えてはあるけど、効率的にはどうなんだろうな。まあでも安全だし。それじゃジャガイモ収穫作業、開始。収穫した後はちゃんと植え直すんだぜ。そこは抜かりないよ。というか、ここはよく収穫するせいか、育ちきってないのもあるね。それなら別の層を収穫すればいいんだぜ。了解。いやまだやってんのかよ。だってまだ足りないんだもん。私ももう飽きてきちゃった。もう水中呼吸なしで行っちゃう？時間の無駄だ。ほらマリサ、ジャガイモ収穫のおかげでクリーパーの頭まで見つけちゃったよ。カメラアングル下手すぎか。というかさっき時間の無駄って言ってたよね。そんなこと言ってないよやだー。とにかくこれで4つ目。残す頭はあと1つ。これは今日バッチリ見つけて終われそうだね。フラグかな？それにしてもこんなところにあるなんて、これは探索漏れの可能性が濃厚だな。海洋記念碑になかったらそういうことになるね。あとはベイクドポテトにして経験値ゲット。そしてさらにジャガイモを投入します。当分食料には困らなそうだな。経験値も溜まったし、これで水中呼吸がつけれるね。ようやく今日のミッションスタートか。まあクリーパーの頭は見つけたから。それじゃ早速行ってみようか。何があるかわからないから、準備だけはしっかりしていくんだぜ。うん、そうだね。さて、どこから突撃するんだ？一応バーニーさんのいるところからてっぺんめがけて登っていこうと思うよ。まあ上からの方が安全かもな。よし、てっぺんまで着いた。結構高いな。水の中に海底神殿みたいなのがあるね。とりあえず真上のこの辺り壊していってみようか。へぇ？ちょ、溺れちゃう。助けてマリサ。何やってんの。上がれない、上がれないの。嘘？これどうしたらいいの？
落ち着け、とりあえず周りのガラスを壊して、持ってるハーフブロックを設置するんだぜ。水中で思うように作業ができないよ。優先すべきは水中作業の延長だったか。そんな冷静に分析しないで。よし、壊れた。あとはハーフブロックを設置だ。意外と綺麗に設置していく。いや、ほんと。死ぬかと思いました。無事で何より。それじゃ気を取り直して。くっだ、これじゃ何にも見えないよ。まあもう少し潜ってみようぜ。お、ここが入り口かな。どうやら海底遺跡のようだな。まあ行ったことないんですけどね。マイクラ始めて何年経つんだ？確か、3年目かな。経験なさすぎだろ。おっお、ミッションクリア、ということは、もう帰っていいんだよね。前半の内容が無駄になるじゃねえか。もう少し頑張りなさい。はい。それじゃさらに下へ。うわ、なんだこれ。これは海底遺跡にいるガーディアンだな。こいつがいるということは、さらに強いエルダーガーディアンもいるはずなんだぜ。何それ怖い。そんな危険なスポブロは破壊させていただきます。ちょっともったいなくないか？だって死にたくないんだもん。というかここにあるのってスポンジだよね。お、スポンジのことは知ってるのか。使ったことはないけどね。自慢げに言わないで。ということでさっき拠点に戻ってかまど持ってきました。濡れたスポンジはかまどで乾かせば何度でも使えるからな。うん、素晴らしい吸収力。これがあれば探索がはかどりそうなんだぜ。見て見て、こんなに綺麗に水抜きできたよ。うむ、初めてにしてはいい感じなんだぜ。それじゃさらに下に行ってみようか。聞いてない、二人同時は聞いてない。下にもスポブロがあったな。クソ？これ以上増える前に処理して破壊するべきか。うむ、手遅れになる前に手を打つんだ。オッケー、わかった。4体いるんですけど、これもう手遅れじゃない？痛い、めっちゃ痛い。お、落ち着くんだぜ霊夢。あー、ここにもいる。もうあそこは行かない方がいいと思うんです。うん、気持ちはわかる。きっとクリーパーの頭もあそこにはないと思います。もしあったとしたら極悪です。とりあえず落ち着くんだぜ。ちなみにこれは動画外で暗視と水中呼吸のポーションを作り、仮想部分を探索した映像なんだぜ。仮想は割と平和でした。お魚さんのオブジェと、クラゲみたいなものがありました。あとやっぱりあいつもいたのですぐ帰りました。さあ気を取り直して、クリーパーの頭を探しましょう。やっぱり怪しいのはこの島だよな。マップが広い割に探索時間少なめだったからね。とりあえず下る方が楽だから下から確認していこうか。この塊の中とか怪しいよな。確かに、この中は確認できてないかも。でも本当に海洋記念碑のところだったらどうしよう。あそこはあの難易度だ。できるなら一番最後に回したいんだぜ。むしろもう行きたくないんだけどね。これはトラウマになってそうだな。やっぱりなさそうかな。ここは外れか。けど確か上の方にも同じようなのあったよな。あ、そうだったっけ。じゃあそっちにかける。なるほど、あれか。まさかあれを見逃しているとは。よし、もうすぐ着きそう。お願いします、ここにいてくださいクリーパー様。いたのはスケさんでした。結構いたな。もう、なんで今回こんなのばっかりなの。マリサ、私にはクリーパーの頭が見えたんだけど。見間違いじゃないんだぜ。あれは間違いなくクリーパーの頭だ。そうと決まれば早く処理しちゃおう。ってまだスケさんいたのか。けど1対1なら負けないんだ。ごめんなさい、それは無理です、負けちゃいます。だ、大ひぃ。ふぅ、危なかった。ちら。え？なんとか逃げ切れた。随分下まで追いやられたな。これ気のせいじゃないと思うんだけど、統合板って体力の回復遅くない？それは前から感じてたよな。スタミナマックスでもこれだからしっかり回復しないとやられちゃうよ。というかまた防具着てなかったよな。あ、なるほど、道理で痛いわけだ。ほんと、学習能力皆無。さあリベンジだ。今の私は頑丈だぞ。よし、あとはスポブロを壊せば私の勝利。やった？やったよマリサ。私の完全勝利。ようやく5つの頭が揃ったな。
うん、これでミッションクリアできるね。ということで、最後の頭は幸運なところにありました。これが一番難関だったな。うんうん。あとはここに頭を入れれば。見て見て、だいぶミッションもクリアできてきたから、いよいよ大詰めって感じだね。残りミッションはあと4つか、どんなミッションが残ってるんだ？残りのミッションは、ウィザーをスポーンさせる、エンドポータルを見つける、ネザースターを1つ入れる、エンダードラゴンの卵を1つ入れる、だね。ふむふむ、ネザースターっていうのがよくわからないんだけど、ネザーにあるお宝なのかな？入手方法、知りたいか？お、さすがマリサ、何々教えて。ウィザーがドロップするんだぜ。今なんて？だから、ウィザーを倒せば手に入るんだぜ。それってつまり、ウィザーはスポーンさせるだけじゃダメってこと？だな。私、リタイアしてもいいですか？ダメです。